そうですね、何か変わったことというと、実家の方ではすごいやっぱり、まあ帰るとそうですね、色紙とかがいっぱいあってサインとか書けようっていうような感じで親が言ってるんですけども、まあ、自分の中では全然そういう気持ち的にも何も変わっていないので、やっぱりマイペースにすごい今仕事はすごい頑張ってるんですけども、あとやっぱりそうですね、初めての仕事なんですけど、今まで初めての仕事をやって今までで、そうですね、その役を演じるっていうことがすごい楽しくなってきたなっていうことを感じましたね。僕は、環境、周りはすごい変わりましたね。やっぱり柏木君と同じで、僕の実家はすごい田舎なんで、あんまりテレビ見てる人がすごいいなくて、やっぱりサインかけようとか、サイン色紙がすごい送られてきたりそういうのがあります。でやっぱりまだ全然始まって今半年ですか経ってないんで、自分の中での実感っていうのはすごい少ない、まだ少ないものなんで、これからやっぱり実感しなきゃいけない部分もすごいあったりして、やっぱりヒーローを演じてる部分で気をつけなきゃいけないことがいくつかやっぱりありますし、これからもやっぱり仮面ライダーが、もっともっとみんな、なんかやっぱり見てほしいという気持ちがすごい出てきたんで、頑張っていきたいと思います、そうですね、今まで電話がかかってこなかった友達とか、この作品をやりだしてから急に電話がかかってきたりとか、あと、まあ、みんなが言うように色紙が家に帰ったりあったりとか、家に送られてきたりとか、あとはそうですね、ある日ラーメン屋さん、ふとしたラーメン屋さんに入ったんですけど、その時に家族ですごいちっちゃい子がいまして、自分は全然気づかなくて普通にラーメン食べてたんですけども、ちっちゃい子がラーメンをこう食べながら止まって、自分を見て止まってたんで、あ、そっかとか、やっぱそういう時に実感したりとか、やっぱ小さな子たちの夢を壊さないように頑張らないといけないなとつくづく思います。はい、そういう面で自分の中でやっぱり変わったと思います。今休みの日は映画を見たり、そうですね、ビデオを見たりしてますね。それで、結構長い休みとかがもらえるならば旅行に行きたいですね。僕は休みの日はもうただただぼーっとしてるか台本読んでるかですね。天気が良かったらやっぱり外に出たりします。で、運動したり買い物行ったりしてますね。長い休みがあるとやっぱり、もしもらえたとしたらやっぱり旅行に行きたいですね。北海道に行きたいです僕は。休みの日はダンスをしたり、歌の、いろいろ勉強したり、音楽をいろいろ聴いてます。あと、やっぱり自分が体を動かすのが好きなんで、友達をいっぱい呼んでサッカーをしたり、バレーボールしたり、ドッジボールしたりして遊んでます。休みがあったらそうですね、ハワイに行って、毎日海に入って、砂浜のハンモックでこう、バーッと寝てみたいです。すいません、流行っていることどうですかね。流行っていることっていうと、あんまり時間がないからみんなで遊びに行ったりとかできないんですけど、そうですね、もしこれから時間があるならば流行らしたいというのか、そうですね、結構スポーツ一緒にみんなでやったりとかしたいですね。同じです。やっぱりスポーツやりたいですよね。
みんな共通してサッカーが好きなんで、サッカー好きな人が多いんで、みんなのサッカー、アギトチームでサッカーをできればいいなと考えてますけどね。どうですか？流行ってるものっていうのは特には多分ないと思うんですけども、そうですね、でもまあさっき金見君が言ったように、なんかこうチームみたいなのを作りたいですね。スポーツチームみたいな、フットサロンみたいな、はい、で休みの日はまあめったに多分お互い仕事がいろいろあるんで会うとかないと思うんですけども、会った時とかにそういう遊びをしたいです。ああ、翔一はそういうタイプのまあ役でもないですし、そうですね、そういうセリフもなかったので自分に酔うっていうことはなかったんですけど、まあでも結構すごいしょうもないダジャレとかも言うんですけど、それを自信満々で言う翔一をやっていて、まあこれが普段なら相当恥ずかしいんですけど、そうですね、役に入ってそれをやると全然恥ずかしくないっていうのは、これまた、なんていうんですかね、面白いなと思いました。まあそうですね、小石くんとのミニコントがすごい、やってる時はあんま面白くないですね、あんまり必死にやってる。そうですね、アドリブの部分すごくて、それをうまくその作品から外さないように、でも直球でいくようにというか、直球でいくとまた面白くてね、外さないように直球でいかないように、なんかその合間をつく間合いとかがすごく難しくて、分かんない分かんない分かんないと思ってやって、オンエア見ると面白いっていうそのオンエア見た時の自分に読んじゃいますそうですね、自分に関してはやっぱり亮はすごいクールでシリアスな人柄なんで、そうですね、見た時に今のこの時代ではこんなセリフはないだろう、こういうことは言わないだろうっていうのを、やっぱそれを、でもその時はそう素直な気持ちで伝えるっていうか、セリフ言ってるんで、後で見た時とかに、ああとか、うん、こういう風な感じでとか、いろいろやっぱり勉強になったりしますね。まあここまで DVD を、まあ、買ってくれてるんですから、そうですね、これから出るやつも全部持ってるわけですよね、当然。そうですね、はい、そうですね、まあそういうことで永久保存版ですのでこれからもよろしくお願いします